個人の方であればインスタグラム、を通じてリフィルをやっている、アクションをですね発信していただくと、その中で素敵な、プレゼントが当たるようなそんなキャンペーンになっています。店舗の皆さんもですね自分のお店でこのリフィルを、広げていく形で参加いただいて、その中でですねたくさんリフィルを推進した、店舗さんをアースデーリフィルアワードという形で表彰するという、まあ、そういうまあ簡単なキャンペーン、なんですけども、自分のライフスタイルをストレスフリーにしたり自分の健康を保つことにフォーカスすることによって地球がどん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 健康になっていくんだって思うと自分も健康になって地球も同時に健康にしていくといいねと思っています。私はアースデー東京ユースの他に地元の新潟県南魚沼市で学生団体南未来を立ち上げて、その学生団体としてリフィルに取り組んでインスタグラムで発信するという活動をしております。僕たちの会社はですね、公園開発事業というものがありまして、葛西臨海公園と山下公園の2つの公園で、展開させていただいております。まあ、こういった、マイボトルを持っていくという、生活ライフスタイルが、まあ、定着するようになれば、まあ、ぜひ、地球のためにもなるかなというふうに思ってますし、ぜひそれが、東京都葛西臨海公園だったりとか、横浜の山下公園から発信できるような、公園になれればいいなと、ぜひ協力させていただいております。我々この2017年からこのボトルの事業をさせていただいているんですが、その中でフィルズさんのこういった取り組み、中身をだけを買うという取り組みについてマッチするということで一緒に協力させていただいているという形になります。地球に対して非常に優しいということを売りにして我々も活動していきたいというふうに思っています。ありがとうございます。
環境であったり社会をより良くしていこうって思った時に、やっぱ年に1回のイベントだけではやっぱりなかなかこうやれないこともあるなと言った時に、選択の一つとしてこのプラスチックごみをどう減らしていくかということで、今回リフィル大作戦を立ち上げて、日本財団さんと協力のもとですね、1年間そのキャンペーンを行ってきました。今回リフィルということなんで、この詰め替えとか、要はその容器を持ってお店でそのドリンクを買ったりとか、食事をしたり、この概念を広げるためにその、SNS で投稿したりとか、あとはそのリフィルマーケットというそのマーケットを他のイベントにアスでとしてこう出ていくみたいな、そんなことを、1年間こう開催を活動してきたというのがこのリフィル大作戦でございますと。す